湯気が出てる。つい、みなさん、こんにちは。こんにちは。キラキラ星から来たトゥインクル星見とキラリだよ。今日はパンプディングを一緒に作ってみよう。パンパカパン。レンジで簡単に作っちゃうよ。そうなの？楽しみだな。よし、行くよ。トゥインクッキングショータイム。トゥイン、今日大活躍の食材さんを紹介しちゃうよ。じゃじゃーん、卵さん。わーいわーい。卵さんにはみんなの体を作ってくれる栄養がたっぷりだよ。みんなの体を作ってくれる。僕も大きくなれるかな。そしてなんと頭が良くなる栄養も入っているんだよ。頭も良くなっちゃうの？そう、頭良くなる栄養だよ。黄色いところが卵黄だね。卵黄にはレシチンという栄養が入っていて、記憶力を高めてくれたり頭が良くなる効果があるんだよ。卵さん、すごいすごい。すごいよね。覚えておいてね。材料を紹介するよ。卵さん1個、お砂糖大さじ1、食パン1枚、牛乳。キラリ、どこにメモリあるかな？そう、200と100の間だから150ml だよ。全部あるかな？オッケー。で、まず食パン1枚をハサミで9個に分けていくよ。分けれるかな？考えてみよう。どうやって切ったらいいかな。やってみよう。チョキチョキするよ。じゃあまず縦に2回切ってみるよ。よいしょ。1回、2回、あ、3個に分かれたよ。9個になるかな。よいしょ、よいしょ。あ、キラキラリン、1、2、3、4、5、6、7、8、9。そうか、3個の塊が3個集まったら9個作れるんだね。キラリ、よくできたね。よし、次はこのようなお皿に食パンを詰めるよ。よいしょ、よいしょ。はい、キラリも詰めてね。ぎゅ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 。パンも上手に詰めれたよ。できた、できた。キラキラリン。ディーン、次は今日のキラキラの食材さん。そう、卵さんを割っていくよ。卵の中ってどうなってるのかな。開けて見てみよう。キラリ、卵割るのやってみる？失敗しても大丈夫だよ。よし。卵は全部の指でそーっと掴んでみるよ。テーブルの平らなところでコンコン当ててみるよ。コンコン。割れ目ができたよ。あとはこの割れ目に親指をそーっと入れてパカーッと卵を開いてみるよ。そーっとだよ。よし、パカー。わー、黄色いお月様みたいだ。綺麗だな。よし、次は歌いながら楽しく混ぜてみよう。混ぜ混ぜ。はい、混ざったよ。上手に混ざったよ。
後はお砂糖と牛乳を加えてさらに混ぜ混ぜしていくよ。お砂糖サラ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 、牛乳を加えるよ。サラサラ、はい、全部入ったよ。おいしくなる魔法だよ。はい、全部混ざったよ。あとはパンを詰めたお皿に注いでいくよ。いくよ。箸などを使ってパンに生地を染み込ませていくよ。わあ、パンに液が染み込んでるよ。美味しそうだな。キラキラに。あとはふんわりラップをして電子レンジで加熱するよ。美味しくなーれ。えい、待ちきれないな。わーい、できたよ。お好みでトースターで焼き色をつけると焼きプリンみたいになるよ。 2,3 分こんがり焼くよ。わあ、ほんのりいい焼き色がついてきたね。グツグツいってるよ。いい匂いがしてきたね。わあ、いい匂い。お好みで粉砂糖を振ってみてね。雪が降ってるみたい。雪やかんか、あられやかんか、キラキラリン。ディーン、はい、できたよ。出来上がり。早速食べてみよう。あ、トロトロしてるよ。湯気が出てる。熱々。じゃあ、いただきます。カリカリふわふわ、ミルクたっぷりでふわとろ、パンからじゅわーっと、おいしい。ひらりも食べてみて。はい、いただきます。ふわふわ、おいしい。優しい甘さだね。ね、プリンみたいでとってもおいしいよね。とろけちゃう、おいしい。ふわたら、食パン余っちゃうことあるよね。食パンが1枚でも余った時に作れちゃうね。おやつに食べたいな。おやつにぴったりだ。朝ごはんにもぴったりだね。今日も美味しかったね。やっぱり美味しいの食べてる時って幸せだよね。うん、一番幸せだな。みんなの頑張りと食材さんたちのパワーでまた笑顔のかけらがたまったよ。みんなの元気の栄養になるね。みんなも今日ご紹介したレンジで簡単にできるパンプディング作ってみてね。みんなの作りたいお料理もトゥインクルさんに教えてね。待ってるよ。バイバイ。バイバイ。キラキラリン。ティン。じゃあ最後に僕とあっち向いてホイだよ。みんなは指で好きな方向を指さしてね。いくよ。あっち向いてホイ。下だよ。当たったかな。またトゥインクルさんと僕に会いたいお友達はチャンネル登録もよろしくね。次のキラキラのお料理は何かな。じゃあ待ってね。キラキラリ。